今何もモノマネしてないからね。モノマネ YouTuber のタスクです。今回はちょっとモノマネじゃないんだけど、いつもモノマネ動画を見てくれてるみんなに向けてタスクをもっと知ってほしいということで、質問コーナーをやってみたいと思います。いや、こんなにね YouTuber っぽいことをやるのもね、ちょっと恥ずかしいんだけど、せっかく見てくれてる人も増えたので、早速インスタで募集した質問に答えていきたいと思います。身長何センチですか？178センチです。出身はどこですか？東北の山形県です。どこ住みですか？東京です。自分のモノマネしてみてほしい。これついに来たか。今何もモノマネしてないからね。足見せて。仕方がないな。このくらいです。学生時代の成績見せて。親に電話します。あ、もしもし。学生時代の成績教えてほしいんだけど、なんか取ってある？授業？うん。国語3。うん。社会3。うん。算数3。うん。理科3。うん。美術5。もう。道徳1。ん？道徳 1？ もう！モノマネで怒られた人の数は4人。申し訳ありませんでした。一番得意なモノマネやって。緊急地震速報。メイクは何で勉強しましたか？メイクはね、美術の時間に絵描くでしょ。その感覚。何歳ですか？カノックスターと同い年です。鈴木福の10年後。ボイパやって。 3、2、1。 YouTube 以外のお仕事何されてるんですか？学校の先生です。恋愛対象は男女どっちですか？女の子。もうね、女の子大好き。好きなブランドは何ですか？ミッキーハウス。ジンジン痩せた？ジンジン痩せた？ほんまいい加減しんや。ガムテープ何個あるの？わかんない。どのくらいあるかな。タイプの芸能人は？金田智子さん。一日にどれくらい酒飲む？4本くらいかな、でも、最近は。今一番行きたいところは、ディズニーシー。好きな食べ物。ラーメン、ハンバーグ、オムライス。ごめん、今さ、動画撮っててさ、9時とかじゃ遅い。9時でもいいよ。本当は女性ですよね。これね、すごく言われる、普通のおじさんです。趣味は何ですか？最近行ってないけど、ゲームセンター、マジで好き。もやずさんやってください。こんにちは。歌っておるオーブンアイドル。もえもえキュンキュン。もえてくたまえなきね。今までで一番手応えのあるモノマネは、ディズニーのモノマネシリーズのラプンツェルです。血液型は何ですか？B 型です。本名は何ですか？〇〇タスクって言います。吐きすぎ。プライベートの話、やめてもらえるかな？初恋ラブ、歌っておください。テストの最低得点。普通に0点とかあるよね。多分。道徳、チキチキポーズ。こんなんだよね。彼女は何人いますか？クローゼットに15。つまりは0人だ。一番大変だったモノマネは何ですか？最近だと、あのちゃんのファーストテイクの10多様性が難しかった。メイクだけで5回くらいやり直して、もう何回も何回もボツになりかけながらやりました。モノマネしようと思ったきっかけは何ですか？ヒカキンさんに憧れて、15歳の時からボイパを始めて、ハロー YouTube みたいなことをやり始めたのがきっかけです。ラーメンの人ですよね。ズルズル。どうもすするです。すする TV じゃないよ。イベントやりましょうよ。涙涙。イベントはマジでやりたいと思ってる。何かコラボイベントとか参加させていただくとかね。一番好きな絵文字は、今モノマネ中ですか？今何もモノマネしてないからね。恋人に求める顔と性格の割合、何対何で教えてください。100対100。一人暮らしのいいところ教えてください。好きな時にエッチ。好きなお酒は、氷結の無糖レモン。勝也に電話。カノのことか。もしもし。はいはい。カノくん今何してるんですかとか。俺知るわけないじゃん、そんなの。この前の会計32万だったんだけど。
ダメって言うんであれば、いや、あの、すいません、あの、本当にごちそうになりました。それぐらい、ありにしなきゃ。めっちゃ感謝してる。うん。もういつでも聞いて、カノのことなら、うん。マジ可愛い。あの、君の方が可愛いよ。まあでも俺の方、普通の企画もたまにはしてほしいかも。食べる動画とかは、あの、今後やっていきたいから、何を食べてほしいとか、あったらコメントください。今何もモノマネしてないからね。今後の目標は、動画を見てくれてるみんなに会えるイベントをやること。もう一つは、金の盾が欲しくて、チャンネル登録者100万人を、あの、目指してます。生まれ変わるなら何になりたい？だいぶキモいんだけど、あの、ぬいぐるみになりたいね。女ですよね。また来た。もっと見せようか、もう。もう見せようか。ね。結婚願望はある？あるよ。子供は何人欲しい？二人かな。年上派、年下派。年齢で人を見たことないから、ちょっとわからないけど、同い年くらいの人が多いかな。今と昔、どっちが楽しい？YouTube 生活ずっと楽しいけど今が一番楽しい。タスクくんマジで年取ってるように見えないけどなんかしてる。自分ではすごいおじさんになったと思ってるんだけど若い時の自分のモノマネをしてるのかもしれません。一番やりやすかったモノマネは何ですか？一番って言うとわからないけど赤ちゃん系とか子供系がすごくやりやすい。 YouTube を始めたい人たちに一言。人生は冒険や。なんで何にでもなれるの？最初から何者でもないから。モノマネの衣装の予算最高額は湯沢屋の布？こういうのがね、あの300円くらい買えるかについてどう思う？俺ね、本当にフードコートすごくキョロキョロするけど、それでも好きで行ってほしい。今まで付き合った人は何人いますか？2人です。経験人数は2人です。好きな映画教えて。グレイテストショーマンとハリーポッター。モテ期いつでしたか？幼稚園の時が、あの、昔やってたスポーツは何ですか？6年間野球をやってました。バスト、ウエスト、ヒップを教えてください。俺女の子じゃないから測ったことないこれ。童貞ですか？童貞です。愛理ちゃんとコラボしてほしい。ちょっと愛理ちゃんに聞いてみるね。MBTI は何ですか？確か冒険家かなんかだった気がする。人生は冒険や！小さい頃の夢は何だった？警察官。ファミマないんですか？あの、家の近くに2店舗。いつも動画楽しく見てます。応援してます。いつも見てくれてありがとう。あの、いかがだったでしょうか？無事ね、みんなからたくさんの質問をもらって、質問コーナーをすることができました。本当にありがとう。この YouTuber みたいなことを、あの、やるの久しぶりだったから、ちょっと心配だったけど、まあ、なんとかなったのかな。この動画を見てね、モノマネしてないタスクいいなって思った人は、あの、インスタグラムで待ってるので、フォローお願いします。ということで、次は何のモノマネをしてるかわかんないけど、ちゃんと俺を見つけてね。ということで、じゃあね。